注意したら疲れた。山田さんが忘れてた棒が車にありました。朝一はまだ出てないっていう。みんな出てっちゃいました。しかもあのみんなの中に一人すげえやべえ人がなってました。やばい人いましたね。いましたね。これ結構やばいパターンですか。大丈夫じゃないですか。大丈夫、はい、頑張ります。あ、はい、嬉しい。今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。釣り子 TV です。松本達郎です。夏休みチャンネルっていうあのふざけたやつをやってるんです。はい、あれでいつもあの暴走リザーバー勉強してるんですけど。あれ勉強になんないね。あれすごい勉強になりますよ。よいしょ。やっぱなんか気のせいじゃないですか。これ全部ベイトタックルですね。はい、冬スピニングまだ乗せてないんじゃないですか。あ、一回だけねちょっとあのパワーフィネスやろうと思って乗っけたことがあるんですけど、はい、結局使わないんで。いや俺子守り一派なんで、はい、信じられない展開です。あのね、普通に釣りして普通に釣りは絶対小森さんの方がいいと思うんですよ。いやいやあっちのプランの方が絶対魚触れる。俺のやつはね、あのおみくじみたいなもんですよ。釣れたら大吉みたいな。まあでも釣り行ってる時点でね、そのうちいいことあるから末吉ですね。バラしたら今日みたいな。なんか朝からちょいちょい名言いただいちゃってるんですけど。ちなみに山田さんは前回、はい、4連続バラしてたんで大凶です。大凶。でも最後になんかすごいパワフルな、あれすごいの釣ったけど、あの初バスおみくじって1匹目なんですよ。はい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 、はい、なんで別に2匹目に50アップでも1匹目バラしたらもう今日その1年今日。そうっすね。じゃあ山田さんもう今年終わった感じ。まず今んとこ山田さん以外は全員釣れてるんですけど、はい、山田さんだけ今日で。いや、よっしゃ山田さん大丈夫ですよ。山田さん大丈夫ですよ。ワンテン貸してください。はい、今回すごい釣れるっていうこのカラーを買ってきてみました。言うてね、お腹オレンジのやつが下からこう魚浮かせ上げられるんで、はい、最初使うんだったら黒金がいいですよ。はい、黒金。冬どうせ食うやつ。黒金。これが今日ちょっと色々持ってきたぜボックスなんですけど、あれチャート間違えてるんですか。いやこれ、いやそれ売ってないですよ。それから多分、ね、多分人気ないです。でもすんげー釣れるんで。山田さん曰く、はい、東京、あ、関東はそれ全滅してるって言ってました。絶滅させた。絶滅させたんですよね。それ売ってないですよ、それ探したら。あ、これにしましょうか。でも最初見えるやつの方がいいな。はい、大丈夫か、これ大丈夫。はい、これたまに日光の元に置いとくと、はい、夏とか膨らんでるやつある。はい、あれはあれで春先とかいいんですけど、はい、浮力が必要な時は、はい、今時期はこのシャキシャキのバルナを使ってもらえる。ここに開封してないシャキシャキもあります。はい、で普通のサスペンドのモデル、サスペンドモデル、はい、スローフロスティングってノンラトルなんですよ。はい、このこっちのモデルってこれラトル入ってるの、このジャラジャラうるさい方が釣る。多分うざいんでしょうね、ジャラジャラされると。はい、で針だけこれ変えましょう。はい、はい、よいしょ。これちっちゃい。これそうなんですよ、ワンテンジュニア。それはワンテン。あ、この色超釣れそう。それも、はい、はジュニアですね。この色超釣れそう。なんかニジマスみたいな色の塗り方ですね、これ。なんかその赤いところがなんか傷ついた魚をイメージしている、うんうん、デッドリーフィッシュっていうカラーみたいな。これお借りします。はい、針交換。よいしょ。これは朝のこのプライムタイムを置いてもちょっと針交換というか調整は必要。絶対やった方がいいですね。はい、やべ、針足すの忘れてた。6番じゃないんだ、もうちょいちっちゃいな。すごいですね、ボックスが。針おじさん、アンテナ全部分かりやすく、はい、こいつ7番なのかな。7位かな。
ニジマスおじさんなんで、はい、針いっぱい持ってないと嫌な気分になってくるんですよ。そうっすね。今何してんだろう、不思議な気分っすね。なんでニジマスキングの後ろに乗っているんだろう。これはどういう意図で今針軽くしていこうなのか。いや、もうジャックベイトはね、なんだろう、海とかもっと強いやつは別で、バスは俺このあれが好きっす。好きなタイプの針に RBMH のショートシャンクって、はい、MH だ、RBM とか、はい、RBM のショートシャンクが、はい、あの冬のジャックベイト大好きっす。ショートシャンクっていうのはボディ、シャンクが RBM RB のシリーズかで、シャンクが長いんですよ、はいはい、あのクランクみたいに横にこう巻くときはそのシャンクが長い方が針先がこう暴れないでしょ、はい、ジャークベイトとかこう飛ばしてるときはボディ側に針先を持ってきたいから、はい、シャンクが短いやつを使いたがるっていうだけの話です。だいぶ前傾だ。すぎるですね、水平に持っていく。いや、まあ前傾は前傾で水かみいいし下に突っ込んでくれるんで潜らせやすいかなと思うんですけど、はい、ちょっと潜らせる係はバルナがいるんで、あ、じゃあ前傾じゃない調整にしてワンテンはちょっと上のレンジ担当にしたいな、はい、入れ込みたいときはバルナを投げます、はい、でね、テールフック食うやつがめちゃくちゃ多いんで、はい、後ろの針よく石とかにもぶつけるじゃないですか、はい、めっちゃ変えた方がいいです。あ、じゃあ替えの針そんぐらい持ってきといた方がいいんですね、この冬場の貴重なバイトをゲットだぜ。一日無駄にしちゃうじゃないですか結局、ワンバイトを狙っていく、ま、そのバイトを無駄にしたらすごいもったいないでしょ。もったいないです。針はね絶対常時刺されるでしょう、はい。で、基本は全てバーブレスで。そうですね、バーブ、特に巻物はいらないと思う。はい、まあ、全部俺はいらないんですけど、はい、うわぁ、雑誌で売っていた光景が今目の前で広がって最初からバーブレスで売っててくれたら嬉しいですけど、はい、あのルアマガの研ぎ澄まされた戦いとかでも全部バーブレスじゃないですかそうっす、大丈夫、大丈夫というか、そういうもんなんだな。大丈夫、大丈夫。大体ね、口の穴が大きくなって切れるんで、はい、あとはまあ、ワームが外れづらいっていう利点はあるかもしれないですけどね、はい、よいしょ。いきますか。はい、釣ってください。釣れるといいですね。はい、うおうおバン、危ないな、妄想は。危ないっすか。危ないっすね、今のは。人食い、人食いモンスターでしたね。あれ、ミニトにめっちゃいるやつじゃないですか、ね、絶対危ないやつです、今の。動きがおかしかったですね。バンですよ、バン。美味しいらしいですよね、食べたことない。言うて、朝一チャンスとか言って、朝一やんないんで。これ、やっぱ朝夕は釣れるんですよ。はい、なのに朝を寒いから放棄し夕方にかける。ああ、もう言うてね、魚が食べたい日だったらミノーよりもねジグとかの方がいいっておっしゃってましたよね、うん、食べたくないからジャークベイト。はい、あ、パスポートは8ポンドクラスですか。そうです。これ俺も今日8ポンド借りたんですけど、はい、これはどういうことなんですか。どういうこと。8ポンドってどういう時にミノを採用？何でも使います。ヘビキャロもこれだし、ヘビキャロもヘビキャロもこれだし、イメージ的に何グラムぐらいまでのリグで。あーね、打ち物だったら5グラムぐらいにした、はい、結局その俺根がかんのすごい嫌いな人なんで、はい、竿先がこう曲がってると引っかかるじゃないですか、はい、
で曲がってなきゃ引っかかりづらいんで、はい、スタックさせたくないときは、はい、あれ竿先が曲がんないやつ、その内物とか、はい、で逆に巻物は多少硬かろうが竿ちょっと曲がってりゃ針残るんで、はい、口にはちょっと曲がってれば OK みたいな。まあまああとはそのトータルのウェイトで使いやすさとかはありますけど、はい、ジャックベイトから、まあ、トップもそれだし、はい、あれもそうですね。ディープクランクとかも8でやっちゃった。8でやっちゃってます。だから8ポンドとは書いてますけど、今だって12ポンド巻いてますし、うん、あの8から使えるよってだけなんで、はい、気持ちよく曲げられるよっていう。そうそうそう、17ポンドを買って次どれを買おうかどれを買おうかって迷ってるうちにもう2年ぐらい経ったんですけどあの20の短いやつ香ばしいよなとか。あれはもうこういう下入ってビッグウェイト投げたり、あとはやっぱシーバスのトップって、はい、当時にいなかったんですよ。あ、ないっすよねその手の竿って昔。そうそう、で大変だから短いの作ったって。はい、で暴走だとあの内物のビッグベイト、内物っていうか、そうですね、こうショートレショートキャスト、はい、こういう下入った時は投げづらいんでね、はい、今は20の長いやつですね。そうですね、こうして見るとやっぱ20だとバット太いな。まあまあ硬いと思う。はい、超素敵じゃないですかこれ。田中さん見たことあります？知ってますこれ？知らないです。これなんすか？ポークちゃん。これって作ってるやつですか？そう。これ売ってないじゃないですか。あの存じ上げないです。自慢してみただけ。へえ、そういう形なんだ。あの俺横に使うことが多いじゃないですか。はい。ボリュームが。そう、あの。重たいものをゆっくり使うっていうのは1個でっかいの釣るための近道であって、はい、これ8-3なんですけど、はい、8分の3オンスでこのスローさって言います。デロデロデロ8分の3のジグでそんな4分の1ぐらいの沈み感。4分の1はもう多分5グラムぐらいのイメージじゃないですか。こんなっすデロデロ超イケてるっしょ。はい、これいつぐらいに出るんですか？ワンできた。うちの会社の手口としては納期がないんです。噂では聞いておりますけど、チャッキーっても売ってるんですか？チャッキー売ってます。あ、チャッキー売ってます。あ、俺チャッキー買ってないんだよ。あのなんだろう、好きなもん作ってできたらできた時が売る時みたいな。一番もう納得いった時というか。そうですね。ちょっとこの辺はさらっと流し、本当は打っていくっていうより冬場っていい場所を 2-3 しっかりやるっていうのが基本なんですけど、はい、途中から多分ね、すげえもうどう見てもここだよねみたいないいところは逆にあのパイセンがいるじゃないですか。やばいパイセンが。やばいパイセン、やばいパイセンに焼け野原にされてると思うんですよ、ね。はい、暴走よくあるんですけど、やばいパイセンがいたっていう。トトラッパラで何回かやばいパイセン見かけた。遭遇しましたよ、はい、焼け野原に。ペンペン草も残ってねえなと思って。だからこそその本当は一級じゃない場所が暴走って一級になったりするんですよ。はいはいはい、うまい人が多すぎて、はい、その周りとか大場所というか一番のソースもうここだよねっていうパワーフィネスやるようなカバーとかあるじゃん、はい、これパワーフィネス吊るすよねみたいな吊るとかって、はい、まあ大体焼け野原のイメージ。そうっすね、はい、それなんでそのすげえいいとこといいとこを結ぶ途中みたいな、はい、すごいつららできてます。つららで、あ、本当だ。どういうことだこれ。まあ3日前ぐらいからすげえ冷えてますもんね、はい、ちょっと移動しましょうか。はい、すげえもう魚に近いとこまで自分が行けてて、はい、あれす別にサイトでとかじゃなくて、はい、あと1個っていう意味では吹き始めとかだったらまあきっかけとしてはありかなと、はい、きっかけとして使う、うん、代わりの。ただまあでも南風とかだったら嬉しいですけどね、うん、気温も上がるしやっぱ食うんで、はい、
確認一発目のやつって大体やばいじゃないですか、はいはい、あれは歓迎です。高部ビュービューはちょっと正直辛い、はい、ルアー止めたい時期でもあるじゃないですか、はい、あ、そっか、そうそう、ボート流されたとかもある。確かに今時期食うやつ自体がそんなに多くないんでチャンスは少ないから、はい、行かせるといいですね、お互い。そうですね、あ、今日の目標というかイメージはどんな感じですか。まあ、ワンチャンクーちゃんは来るだろうから、はい、冷めるかどうかでしょうね冷めたらいいな、うん、で、来る魚自体はやっぱ多くないんですよ、はい、みんなに。ただほぼほぼ確定で食う魚ってでかいんで、はい、そいつらを物にできたらいいな、しっかり物にしてる。で、魚が食べたいんだったら売ってつく、はい、こっちにある人ですよね、はい、で、食べたくないなっていう感じだったらリアクション、はいはいはい、で、特に今時期浮いてるやつはでかいっていう。じゃあミノーとかの方が、あ、でもジグも横に泳がせるんですよ。結局横で、はい、やって5メーターぐらいなんです。あ、そうですか、5メーター以下捨てちゃう感じ。捨てますね、5が一番深いぐらい。トヨはですけど、トヨの場合は5メーターぐらいまででかいやついるんで、はい、三島だったら3まで、はい、でやってます。三島だと3まで、3までですね。それより深いとこってそこまでやんない。45とかいますけどね、はい、5とかやっても50超えてくるやつはある程度浅いとこで食ってますよ。50アップ釣りたいっす。それはくじ引きみたいなもん4キロは超えてきてくれるんで、はい、雨でだいたい多分1200とかから、まあ超当たり引いたら3キロまでみたいな。3キロなかなか来ないですけど、ボートの3キロってやっぱ貴重じゃないですか、55って。で、こっからズドンと落ちるんです、はい、この辺に、なんていうかな、フラットの手前、はい、その辺に確かに木とかあるんで、はい、ある程度はまあストラクチャー狙っちゃう感じ。ヒゲと春は、はい、で、これより上行くと超左右崩落すごいじゃないですか、はいはいはい、あそこまで行くとすげえやるとこ多すぎておげーってなるんですよ、俺が。あはは、もう香ばしすぎる感じこの辺ってプアの中にちょっとあるんですよ、ね、はいはいはい、だそこだけ狙えばいいから、はい、俺でもやりやすいっていう。本当はあっちもちゃんとやった方がいいんで、後で泣きながらやるかもしれないっていう。わかりましたでも7フィートの感じしないですね。そうですね、 6.6 ぐらいの軽快さっていうか、なんか竿自体はまあ軽いんでね。軽いですね。何でもロットって言っても、あの別に俺コック内で何でも使えるっていうイメージなんで、はい、で言うてヒラマサとかマグロとかってもう専用タックルでやるでしょ、はいはいはい、それなんで現実的に俺が国内で遊ぶ竿、あんまりオーバースペックにしちゃうと重いし、そう、海外とか行くんならね、やっぱり頑丈さって正義だと思う。壊れないんで、かといって別にこれが折れるわけじゃないんで、はい、ヒラマサとかは専用タックルでやるって言って、この間7416で10キロオーバー釣れましたけど、あまた10キロオーバーNZ やってるまんまのタックル、はい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 、で、10キロ釣れちゃうんですか。あ、なんてやった ?11.6 キロ。アジングやってたら、ヒラマサ行って。はい。そのままアジつけて投げたら釣れます。昨日か一昨日、光の差す方へ公平が公開されてました。はい。はい。わかるんですか、やっぱり光。光るんですか。光りますね。光りますね。海やね。理屈で考えない方が分かることっていうのもあったりするし、はい、バスはね、ちゃんと理屈で考えた方がいいと思う。はい、あの、あの、めっちゃこんな放射冷却の日に表側をやるっていう、ちょっと新しいっす。
釣れたらいいなぐらい。10メーターより浅いとこ狙わないですよ、こんな時期。カルチャーショックです。何もないところはやっぱ出づらいですけど、木とかあるとそれをガイドにこう上がってきやすくなったりするんで、はい、それをさらに箕面で浮かせて、そうですね、止められるし。止めてどれぐらい入れた方がいいですか。俺はチェックの時は 2,3 秒ですね。 2,3 秒、はい。これぐらいの1秒ぐらいの時もありますけど、はい。でも本当にここだったら別に10秒とか15秒とか止めることもあるけど、はい、よっぽど確信持たないと嫌でしょ、15秒止めるの。待てないです。この辺に木があった気がする、ね、はい。鳥並みの記憶力なんでね、あれですけど、うっすら見えると思うんですけど、はい、どこだったっけ。なるべく横に飛ばすんです。はい。で、最初に俺がやるのは、最初ちょっとなんだろう、糸張り気味で潜らしちゃうんですよ。最初も。そう、こう潜らしといて、はい、ある程度その任意のレンジで飛ばす。はい。だ最初は、グリグリ。巻くよりもね、こう、リッピングみたいな感じで、ひゅっとやった方が一気に潜ってくれるんで。はい。ジャックした方が一段入るっていう。そう。じゃあ、たるませないでまっすぐグリグリって入れてから横に。で、その縦ストとか障害物に対して投げる距離である程度調整、はい、あんまり杭のちょっと先ぐらいだったらすごい浅いところもできるし、はいはい、投げれば深いところもできるし、で、上にやってるのはある程度こうレンジが入りすぎたなって思った時に調整で上にやってたんですよ。大体ツージャークのワンポーズぐらいのイメージ。ツージャークのワンポーズ、はい。流れが微妙に避けられる日陰の縦人とかいいです。はい。この辺なんか良さそうですけど、ね。はい。水深もあるし。いかついやつって暖かかったりちょっと雨とかすると冬でも登るやついるじゃないですか。はい。それが待機してるとこっていうイメージ。なんかガイドがバキバキ。そうですね。飛ばな、なんで飛ばないんだろうと思って、いつの間にか凍ってると思う。どこだったかな。なんかね、その辺にちょびっと出てる気がする。あるはず、はい、結構でかいからで、ね、微妙に見えない木とかやっぱちょっと残ってるんですよね、魚が。あからさまなのはさすがに、まあみんなやりますからね、手だれたちが。そういうのはみんなの後でも釣れる手だれに任せて。2月に来てる時点でおかしいもんね、大体。あ、あった、これだ。あ、はい。あー、見ました。ほぼ15秒ぐらい止めちゃっていい。これは結構止めちゃってもいいぐらい、いい木です。うわー、そんなタイトル。あ、引っかかっちゃった。受け。すっげー凍ってる。そんな接近戦なんですね。うん、あんまり変に音とか立てないと結構大丈夫です。ごめんなさい、やらかしました。エレキのオンオフさえ少なければ。そこ意識した方がいいんですね。うん。
踏むなら、うん、ゆっくり踏み続けるか。オンオフがやっぱ嫌がるんですよ。ああ、そうなんですね。で、小森さんも言いません？いや、あんまり言わないんですよね。確かに。秘密なんだ。そもそも音があの人は立てなそうです、うん。いや、結構ガチャガチャしてます。本当？それ多分試合じゃないから。いやー、でも、1月も、すんごい極寒雨の中、一日小森さんとやって、うんうんうん、2人でなんか険悪なもんで、本当に。あれやっていきましょう。なんでこんな日に選んだんですかっていう、小森さんがこの日って言ったんじゃないですかって。そうだっけとか。そうですね。すごい日ですよね。この前山田さんと出た日はなんか要素あった日でしたっけ？あの日はね、そう、あったかい。気温上昇を狙い。なんで、よく食ったっすもん。逆にジャークビートとか出番が全然ない感じで。ああ、はいはいはい。ひたすら打つっていう。打ってたんですね。これとかを。はい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 。結構ね、あれ見えない外面まで枝伸びてるんで。はい。まあでも外面で食ってくれたらすげえいいな。もうちょいゆっくりでもいい、はい、言うて冬なんで、はい、ちょんちょんぐらい気持ちよくなっちゃうんですよ。そうですね。じゃかじゃかこの竿のせいですじゃかじゃか動かしたくなる。快適だな。お母さん今ここで何度ぐらいですか？今 6.6 6.6 やっぱそこら辺で変わるっすね。上は何度？予断ない。あ、ない珍しい。参りましたね。これおくちゃん、これいけてますよ。やばいっすねこれ。やばいっすね。最近すげえ頑張って、うん、本当に食べなくてジャックベイトは釣れるみたいな。ああ、そうなんか。フルからもさ、フルもワンテンとあとバルナだから、はい、結構音がするで。それがいいっていう、やっぱ松本くんの受け入れだろうけど、うん、言ってて。となるとイラッとするんだと思います。でもみんなが今それさすがにやりすぎるってなるとちょっと静かめに行ってみようかなと思って。なんだけど、エディも結構うるさいらしいですね。 あっちはジャラジャラじゃなくてゴトゴト音って言ってました。あれまだ使ってない。俺まだ変えてないですね。なんかすごい人気らしいもん今。あ、そうなんですね、うん、まあ釣れてますからね、うん、ここ以外でも超過上がってるのか分かんないです。俺が聞いてるのは身内の話だけなので。身内がこの前ここで55頭かでかいの釣った人エリーなんでしょ。あれもエリーみたいですね。で、俺の後輩いつも、うん、毎日バルナを投げる男もエリー買っていきなり4球とかでしたけど釣ってましたね、うん、はあ。それフローティングにしてる？いや、初めから、うんうん、今ね、沈んでっちゃうのも結構大事な気がします。あ、ほら、じゃああれだ、まさにワンテンは沈んでいくからいいんだ。で、浮かしたい秋とかもうちょっとして浮かしたい時はリングをちっちゃくして浮かして。あ、ワンテンは浮くか。ワンテンも今針でかくして沈んでいくようにしました。そうなんだ、はい、すごいスローニーですけどね、沈むっていう。この前ワンテンと一緒に久々に X70 を買ったんだよ。ジャークベイトもあれ結構見えながらのレンジでもう食ってくる。ギリ見えないところでやっちゃうっすけど、うん、見えるところで食う時もあるっす、ね。あ、やっぱそれぐらいまではじゃあ見えないところまでは入ってくれるジャークベイトが。そういう意味ではワンテンも入るかな。ワンテンかなり下向くからな、うん、ワンテンどうだろう。久々に使ってみよう。なんか 4,5 回やったら見えないところまで行っちゃうじゃないですか、うん、これがやっぱいい気がします。ログも下入るけど 4,5 回だとまだ見えてるもんな。そうですね、うん、っていう意味ではじゃあこれにしてみよう。そっか、なるほどね、4、5回で見えなくなるか。
これ最初の 2,3 回は糸張り気味で潜らしちゃう方に使っちゃってます。ああ、なるほど。ズッズッズッって、はい、でそっから横みたいな。ログよりは入るな、こっちの方が。そうですね、うん、スローフローティングだけどかなり下向くもんね、これ。そうですね、バルナってあいつただ巻きより全然潜るんですよ。グッグッて入んだ、あそこのやつなんだっけ。あ、まあジャークでもジャークの方が巻くよりは入るのと、うん、あとノリーズのただ巻きより圧倒的に深いレンジに到達するんですよ。ああ意外だね、あのちょっとミディアムリップみたいなやつ。そうそうそう、あれも相当下向くけどね。あれライブスコープで見てると、うん、全然バルナのが下泳いでくるんです。へえ。ピンで使いたいから、助走距離が少ないやつが好きですね。ちょうどこっちですよ。危ないですね、コウタロウさんに魚抜かれちゃいそう。大丈夫です。とりあえずいないとか。今日の目標はこれで1匹、ジグで1匹だったのよ。はいはい、一匹ですよね。でも一匹ずつ釣れればもう今日はねいいなと思ってきたんだけど、うん、何もないですからね。まだ朝一逃したらあと10時以降みたいなイメージですね。あ、今何時だ。そろそろですかね先輩。10時50分だよ。おじゃあ魚釣れちゃいます。俺もうだいぶ以降だよ。いいことですね。でも夕方が本当にやばいです。夕方露骨に魚動くすもん。それが悲しいよね。レンタルボートの知ってますよね。あの人絶対知ってるよね。私はちょっと挨拶上行ってくるわ。はい。いなくてもいなくても一応魚小べらが上がってればいいそうですけどね。ビッグバスの写真待ってるよ。頑張ります。ありがとうございます。見せたら送るから。了解です。こういうのが好きですね、あれ。はい、こっち大規模カバーあるじゃないですか。沖に1個ポツンと、あの超一級場所の近くにあるちょっとしたやつが好き。はい、残ってるのね、結構それ、ね、あれはもう寄ってたかってやられるでしょ。そうですね。下のこういうやつ、あの一級の横乗っちゃった人、田中さんでもあそこにずっといるタイプですよね。それも石、某三島でなんか一回バッティングしたけど、行きも帰りもいるイメージが。あそこ終日来ましたからね。ねえ、あれ恐ろしい展開でしたね。あの時はもう渋滞の広かったっすね。うーん、大都会三島湖みたいな状態で。そうなんですよ。で、これ一回ここ外したらもう俺戻ってこれないなと思って、もう夕まずめの一瞬を狙うために終日いようってことになったんですよ。すごい。移動禁止令が自分の中に出ちゃって。たまにそういう活動はしてますけど。山田さんが言ってました、はい、釣り子さんは動かないよ。山田さん爆走するから喧嘩になるとか。山田さん結構新しいポイントチェックしたい派なんで。そうですね、俺とね、山田さん多分柏木さんの教えなんですよ。はいはいはい、はい、あの野池で一周しろっていう、はい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 、まあただ単に動きたいだけなんですよ。夢見がちなだけな感じだと思って。どっちにいるかな。凍るなって。凍りますね。なぜか根元から3つ目のライドがねえ、もうこんな、こんなの。そうです、ここですよね、今日雪玉みたいな。雪玉って広いってこれちゃんとガイドとか綺麗にしとくと減るっすよ。
あー、なんかあの浮層、そうそう、あのこれ SIC の周りについてるホコリとかゴミとかに水がついてこうなってる、はい、あだってトラウトの時なんてもっと過酷なコンディション多いですよね、はい、多分なんでガイドちゃんと拭いて、あの割りバスのピーニッシュとかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのでフッ素コートとかすると多少マシになる、はい、あー着きました、痛い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 、静かにしてます、あー帰ってって今向こうに泳いでって、静かにしてます、お願いします、食えればいいけどな、これ今若干スローフローティングだからジャストサスペンドぐらいの方が良かったですか今のぽいですね、か沈んでいく方向だから3体、あ、本当だ、結構行きますね、これはこれこう雪の横とかでピッて止めて、はい、ふってゆっくりの浮上で食わすっていう、はい、若干やれてる時に使う説です、はい、だからリングもちっちゃくしてあるんですよ、これは、はい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 、でもなんか見切られちゃったから、はい、沈むやつにしようか、あ、発見したのって追っかけたらもうワンチャンぐらいあるかってあるんですか？結構あるっすよ。あ、そうですか。うん、これは覚えといて、はい、後で入り直すって感じです。あ、やつはここの周りにとりあえずいる。この辺にいるから。こういうことなの。もう一回後で来ようみたいな。はい。沈んでいくでしょ。そうですね。デッドスローフシンキングです。デッドスローシンキング。これぐらいだとより深いところに入る。このほんとちょっとでね変わったりするんで、何でもいい時もありますけどね。パンでドンみたいな。でもそんな日に当たれるってなかなかないんで。さすがに今日はマイナス3度スタートですか。でも不思議と。マイナス3度ってあんま寒くねえなって今思っちゃって、マスばっかりやった。そうなんですよね。あ、いやいやいや、朝ボートの準備したからかもしれませんけどね、あと風ないのありがたいですね。風、そうですね、あれ体感めちゃくちゃ下げてくる。今何センチぐらいでした、売ってたの。多分40ちょいぐらいだと思いますね。でも大体釣れたら40アップがほとんどなんで、はあ、竿とね、あと、はい、ロッドとラインの角度をこう90度ぐらいつけちゃうと、はい、少ない力でもルアー動くんですよ、はい、だからあんまり糸弾かなくてもルアーが飛ぶんで、はい、釣れるんです。結果ビシッビシッっていうのはあんまり切りすぎんのもね、嫌がるやつも多いんで。これずっと気になってて、やっぱ松本さん、その片手でちょいちょい回してこう片手でやるっていうのはすげえな。左手サボってるだけなのあまり進めないです。ちゃんとねハンドルから手離さない方が、うーん、まあハードルに関してはね、チェックの時はまあそれぐらいでさらっと見て、そうですね、あと周り見てます。朝一の試合は逃したかな。いや、まだまだまだですよ、まだですよ、全然太陽も差してないし。いけそうじゃないですか。まあ、夕方が本番なんでね。あ、そうですね。すいません、早朝からお付き合いいただいて。いやいやいや、全然えらいことに。今年朝一から釣りしたのに山田さんと田中さんだけど。山田さん朝一にこだわりますか。山田さんいっぱい釣りしたいだけだった。あ、朝一釣れるとかするんじゃなくて、いっぱい古城にいたいだけだった。本当なんか去年ぐらいの動き異常でしたからね。仕事してんのかな。去年はしょうがないじゃないですか。でも田中さんもそうだけど、職業的に。サービス業なんで。いやでも今先週とか俺仕事あんまりもないから、はい、アメリカのなんかでっかい軍艦に軍人送り届けるっていう特殊任務に就いた。へー、横須賀で軍艦かっこいい、
朝5時集合で22時解散とかその間ずっと行ったり来たり行ったりとか普通の日常が戻んないかなと思ってなんかあそこの浮き込み釣れそう、はあ、ああいうとこはちゃんとやるときは打つ打っちゃいますね、はあ、浮き込みはやっぱジャックベイトではないと思うんですけど引っかかりますしね、はあ、打ったらいいなあれ割って出たら確定ででかいんですけど、ね、どことか言ってカエルだよカエルだよはいカエル食べたいやついないでもバーッと映ってきたりしますありますねそれやってないかな。動かし方的にはこんぐらい動いてたら大丈夫です。ちょちょって。ちょはい。これぐらい。でさっきみたいについたーってなったらどうするんですか。割と目、はい、だるまさんが転んだのイメージ。あーはいはいはい、はい、止めといて、はいはいはい、目線ずれ。ずらされそうならばみたいなそのまま行くとならそのままあの右側のボショボショなんかすごいいいイメージがすっごい浅いんで、はい、乗っかってね食いそうっすねなハイシーズンですけどね俺ねそうですね今はめちゃくちゃ浅いっすあそこは2月とか来ないんで、ね、2月超もったいないっすよいやだって今日それも聞いて今後は来ることになるかもしれないですけどいやなかなか秋の何やってもなんか中途半端なサイズばっかりの時よりはよっぽどサイズ選ぶなんか買って知ったら亀山に行っちゃうんですよねああなるほどあんまりこうジャークやってても引っかかんないもんですねそうですね、丁寧にやるのすごい大事ですよね、うん、もっと根がかりラッシュだと思って今まであんまり投げてなかったんですけどあとは取り行けばいいですね、はあ、そんなに浅深いとこやんないじゃないですか、はあ、パルナも正直シーバスでしか使ってなかった山田さんと同じことです、はあ、あのなんだろう本職感が出る感あるっすね仕事で使うやつだからなみたいな仕事で使うジグってワームだから俺好きなんですよねあ普段はもうプラグオンリーで戦い続けてるからワームとかでなんか送り込むの大好きなんですよ、ね、だから何みんなほどハードベイト出せとかは全然思ってないあのワームで食わせらんないからあの泣きながらジャックベイトやってる逆ですよね、それおかしいっすよおかしいっすよ、それプラグで釣ったら神様ですよ、もうそのなんかいや、矢田さんはね、でも一緒に乗ってるうちに分かってくる、はい、俺がジャックベイト投げてる時はどうしようもない時だでも今時期でも食べたくないやつもハッて食わせられる、はい、ジャックベイトとシャットはやっぱ優秀だと思うんですけどねシャットだとベビーシャーですかね浅いとこ霞水系みたいな浅いとこだったらベビーシャーが俺は好きで、はい、逆に暴走のダムで使うんだったらハイカットああはいはいあれが結局飛ぶんで、はい、俺がやるときってピンを02とかで、はい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 、で三島ってドラッキングできないじゃないですかそうですね暴走のダムねドラッキングする、うん、距離がないとことかも多いんでそうですねとキャストで一番遠くに飛んで深いとこ入るから結果釣れるみたいな、はい、浅いとこだったらジャックベイトでやっちゃうんでね、はい、今時期三島で釣りたかったらやっ
かハイカット釣れるっすよね。でもうちょっと幕展開になったら高滝だったり、まあ、三島もそうですけど、あのシャッティング X、 あれもよく釣れるですね。去年高滝行ってましたよね。一時行ってましたね。高滝にはね何回か祭りがあるんですよ、はい、その祭りの時超楽しいです。久々に使ったらワンテンもでも音いいですね。はい、小太郎くんがミネをやってるの超怖い。え？小太郎さんがこう食わせ何投げてんすかね、小太郎さんだと。わかんないけど、なんだろう、小太郎さんが食わせをやっててくれたら、あ、今日空気かなとかも、まあ当てになんねえんだよな、食わせまくるから。ああ、ただリアクション方法の釣りまでやられたらガチ焼け野原になる。そうっすよね、最近ボトムアップもプラグ出しますからね、リジーとか。ミノとシャットはでも本当釣れん時に釣れるドアだからいいですね。ああ、釣れないけど食べたくないとか。日陰のところのが釣れたりするんですよね。はい、放射冷却くらいないんで、ね、うんうんうん、最初から寒いぜ。安定してるとこっていう言い方ですね、やっぱり。あの亀山でいうと、あの頼朝島の裏の一切日向にならないとこですよね。うん、笹川筋の左斜面とか大好きだもん。全然暖かくなんないけど、死ぬほど寒くもなんないからいいんでしょうね。なんだろう、そうですよね、うん、冬は安定感の方が大事。安定感は、どっかで生きてるぜ。ホワイトウルフがあんまり世の中に売ってないんですけど、在庫がないわけじゃなくて人気がないんですよ。主にマニアックスに行くと、とりあえずのホワイトウルフさんは、あ、そうですね、あそこ置いてくれてますね。なんかラインナップがいいんで、トラウトをやってるお店は置いてくれてます、ね、あ、はい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 。多分2ポンドクラス以外は割と多いんじゃないかな。ちょいちょい作ってるんでね、まあ、どうしてもトラウトの差をつくる方が多いんで、はい、2ポンドクラスはトラウトでも使えるもんなんですか。缶釣りではそこまで使わないですね。大物狙いとかなるから。ああ、はい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 。缶釣りも、アジングで使っ、あの光の差す方へ使ってたら2ポンドですか。そうですね、 あれは662ポンドクラス。夜ちゃんと、なんていうかな、もっとドリフトさせて釣るとかだったら、はい、竿先がもうちょい水噛んでた方が流しやすいんですよね、はい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 。ただ昼デイでやると結構普通にウィードとか触るんですよ、バッターとか。パンパンやっといとね、ウィード噛んじゃって、それを弾ける針輪を持たしたりと、そうそうそう、外せるとか、スタックしすぎないみたいな。シャローやってることも多いし、本当にある程度深さがあって長くとかだったら、普通のいわゆるアジングロッドみたいな、はい、もっと曲がるやつの方が水噛んで流しやすいから結果釣れると。ただシャローとかこっちから仕掛けていくことが多いんで、はい、俺の釣りにはあの竿、はい、あれ60来ても大丈夫ですしね。あとアジやってると、はい、なんだろう、他の魚も俺釣りたいんですよ全部。シーバスとか来ちゃうもんね。
キラスズキとかね、冒頭でやってるやつ来ちゃうんですよ、ヒラメとか。もういけちゃう。なんかでかいの来て、切られちゃったっていうのが嫌で、来たやつは釣りたいんですよ。はい。大体取る。豊草って深いイメージがあって、うんうん、ディープの場所一から探すのめんどくさいしなと思って冬場来なかったんですけど、うん、この釣りで機能するんだったら本当、いや、打っても釣れますしね。快適だなと思って。なんかここぞっていうディープフラットの釣れる場所とか押さえてないとなかなか冬とか釣果出せないのかなとか思って敬遠してたんですけど、こういうのは打ちましょう。はい、釣れるんでね。でもこの浮き込み普通に釣れそうですね。そうですね。誰も打ってないし打っときますね。ジグのジグの時間です。ジグ打っちゃってください。いや、俺組んでないんで。あ、組んでないですか。はい。まだまだそこまで置きに行っちゃダメな。ジグの方が男らしいけど、ね。ふうさかが分からない。それは松尾さんの感覚で。この時期にこんなミローで浮かしてつったら、だいぶ。めちゃんこカチカチプラン。イカチってアップデート。こっちが置きに行くパターンだ。一番釣れん時にやる釣りしてるわけですから、ね。いや、マジ松本さん打ってくださいよ、俺、はい、松本さんに後でジグのエロを選んでもらってからリブローと思って。スカッパね。お願いします。あのスポーニング終わる始まるぐらいまでは俺はスカッパの方が好きです。その前の結構濃い色なんですね。うん、深い、ちょっと深いとこだったり、あとは怒らせるっていう方向であったりっていうのがあって、はあはあ、やっぱ逃す。この辺で切ってほしいんだけどな。手がかじかんだからね、まだ。スティーズ A 冷たい。まだ寒いっすよ。うん、ウンピーブラウンは持ってきたんで。めちゃめちゃ冷たい。冷たい。でも今日この辺にヘラあんまたかってないですね。うん。さっき上がってくる時の2人同時にかけたりしてましたけどね。ああ、じゃなくて。この辺にヘラはいないなって。普段いるんですけど。もうこの辺はいっぱいいるっすね。もう今日。結構流されてるしね、こまごまして。俺は日頃狙うのがみんなこまごますぎて、はい、すぐ流されたりしなくなっちゃうっていう。これ誰も打ってないだろう系。そっちも行ってみましょう。はい、まあ、いっぱいは追ってこないですよね。うん、特に今さっきの1箇所見つけられたので御の字って感じですかね。まあ、もう1回ぐらいある。はい。あのやっぱりね、そんなに多くない魚を今みんなでシェアしてるんで。そうですね、はい。どっかのアホがジャークベイト釣れるとか言って回ってて、みんなジャークベイト投げるわけです。あれ、もしかしてですね。それはね、あの後輩の棚丸です。あ、そうなんですか。めっポンポンポンって3匹ぐらい一緒に来て、はい、あ、一緒に行った時に俺が釣り、はい、その後ジャックベイトをちゃんと頑張ってやって、毎回とかのアイアンとか釣ってるんで、はい、だからどん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 みんなジャックベイトおじさんが量産されてる。うん、なんか豊草2021とかで昨日エゴサーチしたら、うん、はい、そんな感じのばっか出てきました。ジャックベイトの人しか出てこないでしょ。はい、エリーなんとかでって書いてのが釣れたってかな。それもタナマルが釣ってました。タナマルさんなのかな、なんかブログ。あ、でも他の人も釣ってるか。うん、でももうん、去年買ったワールドミノー
110ってなんかシマノの変なキラキラするやつ持ってこようと思ったら、うん、シーバスのボックスで遭難してどこにあるか分かんなくなっちゃってあるあるですね。持ってこれなかったですあれなんかも110だしキラキラしてるし良さそうだなと思ったら、サイズっていうよりやっぱこの角度なんですよね。入る、レンジ感、はい、レンジ、はい、そう、だから優勢浮いてたらルドラもよく釣れるし、はい、ただバルナのが短距離でスバッて入るから使いやすい。ルドラよりバルナの方が多分ね、投げて巻いたら、うん、ルドラの方が入るんじゃないですかね、と、うん、最大の到達レンジは、はい、ただこの釣っていく上で短距離で助走させて食わせのレンジまで持ってきやすいのがバルナの方があるな、ね、どっちもよく釣れるけど、だバリソンミノーとか結構入んないですもん、ね、あれはナローじゃないですか。はいはいはい、そうですね。あ、だから使わないダムだと、はい、多分ダムとそのカスミとか、はい、あのシントネ行った時って求められる性能は結構違うじゃないですか。はい、そういうことなんですね。だからダムのシャットはとにかく最大到達レンジが、はいはい、欲しいから俺はハイカットを使って、はい、飛ぶし戻るし、なんか水の色なんかすごいいい、絶好ないい感じに見えるんですけど、ちょっと前の雨の方が残ってるんですよね、あんまり流さないから。ちょい濁り、冬にあのいい魚が釣れてるのみたいな、それはみんな来たくなりますか。なります。だから見ないようにしてます。だこの間は山田さんと裏を書いて三島に行くって言って三島に行きました。でも4倍とワンフィッシュですもんね、山田さん。いいっすよね。4倍、いや、6倍とっす。6倍と4バラシ。あ、4バラシ入ったんですね。最初のあのバラシチラシチってやった時に超面白かった。ノジル出ちゃってました。はい。あの、はっちゃけた山田さんには。あーみたいになってました。あ、これ濁って見えないんだな。この辺の金も見えなくなってるんだな。濁りが効いてるんです。ってことは魚も結構できちゃうんじゃないですか。え、じゃあ田中さん赤ガエルパターンとかやんないですか。これあんまり実現できたことないですよね。行くは行くんですけど、雨の日とか、うん、なんかこれはハマったななんてあんまりないんですよね、寒い時期に。結構あります。結構口からベロンって出てたりします。はいはいはい。でもまあ、なんだろうな、狙いに行く人もいるから総動員は長いんですけど、1月の最後の方に降ったなんか結構ごつい雨の時頑張って昼ぐらい上がった雨の時行ったんですけどね。ここ来たらいいじゃないですか。こっちでもそあのバーって流れが新規でできてるようなとこどんどん打っていけばいいですか。うん、別になんかね、ああいうなんていうかな、ああいうとこ好きっすよね。はいはいはい、はい、ちょっと湿ってますね。はい、湿ってるああいう奥のとこに、うん、ジグ&フロッグみたいなかブルフラかな。あ、ブルフラでいいんですね。ブルフラも好きです。ブルフラだと何インチ使うの。38インチ。38なんだかんだ結局38が俺の勝手なイメージですね。はい、38が一番数も釣れるし、はい、結果でかいのも来る。あで、ゴッパチは、ただその一発やばいやつが来る力はあるんで、あんま釣れないけど、でかい魚が来るんだ。ゴッパチはなんか俺、雨パワーが使わないとあんまり苦手なイメージです。雨の日はね、逆にこのカエル食べてるから、はい、3パチぐらいでよかったです。あそこにも釣られた。なんか千葉じゃないみたい。それシーバスっす。え全然止めてないですね。シーバスっす。それは12月まで強くシーバスは確かにこうパッパッやるんですけど、はい、とかやるけど、ブラック冬のブラックバスはチョンチョンで、はいはい、すいません。ここですこれあの C だってやっぱりいないとこなんです。XOR ってメガバスのシーバスロットがあって、はい、ついつい余計にシーバスモードになる。ヤンさんも張り切ってくるとシーバスになっちゃう。そうですね、船長モードになっちゃう時。
回目通って超ロングポートしてみるとかね。はい。ドラグってどんなもんにしといたらいいか、これでかいの来ちゃうかもって時は。俺結構緩い人ですよ。ですか？これ緩いっすね。緩い。割と竿長いから、はい、割と耐えてくれるんですよ。竿で溜めつつ、そうからこんなもんすね。はい。ジンポンドとか。結構今んとこ軒並み反応ないですね。そうですね、朝一の一発多い。あれだけだな、あの時沈む方つけとけよかったな。だったらスーッと追ってくるだってかもっていうぐらい。判定して帰っていったんでしたっけ。あの時は追ってきて、はい、見て、はい、そのまま岸側にスーッとゆっくり戻ってきた。となると、はい、船と一緒に川上がっちゃった説もなきにしもあらず、こんだけ見えないと。でもいいところに小太郎大先生が現れましたね。いつ出るんですかそれ。分かんない。分かんない。できたら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 早めにお願いします。とても高いと思うんだって。いや、金に糸目はつけないんで、山田さん、田中らいを。釣れたら安いですもんね。そうですよ。でっかいやつが釣れる。50アップ何本か釣ったのに。ありがとうございますって感じで。フィートがいい。取材ですか、取材。バシャって言いましたもん、ね、バシャって言いましたよ今。いいとこにいるなって言ったら、いいとこでた。わあ。でかいのいいんだよな、あの辺。ちっちゃくないと思いますよ、あんなとこで。ちっちゃくないですね。ちっちゃくないですね。はい、さっき散々打ったのにそこめっちゃ打ってました。発売と取材班です。プレステです。取材艇です。すげえ。上どう？この辺かなっていう感じ。ここの2日に来た時にここだけで4発ぐらい来た。すごいね。いや、申し訳ありません。ブリブリだ。こいつで。さ、申し訳ない。めっちゃ魚がいいっすね。でも釣れたらこんななんでしょ？そうっすね。
でもこれ太い。あ、太い方。多分、うん、あの船ちゃんと食ってる。ありがとうございます。こうそのままで大丈夫ですか、ね。おんし、あ、こっちだった。よし。取ります。いた。こっちか。よいしょ。何枚いく。よいしょ。お、そのメジャーいいっすよね。あ、これもロゴ入っちゃってるからな。もういくらでもお渡しするけど、ロゴが申し訳ないから。いや、45はないです。5は44と。44ですね。44ですね。いやでもこれはね、いい魚ちゃん。幸さんからの、古川くんからのリレー方式で僕が。言うて8割以上ゴーズだからね。いやいやいや、ジャークベイトで久々に釣らせてもらった。いやいやいや、釣らせてもらったも何も場所も何も言わずにいきなりいいとこでちゃんと釣ってるから、すべて自分の力だと思いますけど、ね、こういう感じなのか。これから一気に良くなるのかな。良くなるのを祈ってますよ。フルもなんかさっき英語の話してとにかく最後ですから、本当に最後なんですよ。ラスト30分がそこに いいとこにいられさえすれば、それがどこだかをひたすら昼間は探すみたいな。それやっぱちょいちょい変わるんだ。変わりますね。なんかキーワードが、今日釣れてるのみんなこのカーブの外面のカバーですもんね。他の人も聞かないですね。幸太郎さんと朝一に38センチ釣ったっていう人の2人だけですね。あの55とか釣れた日ってやっぱりいい日だったんだろうね、相当。ある程度は。でもある程度って感じなんだ。スペシャルな日ではないと思いますよ。逆にスペシャルな日だったらもうちょいワームで釣れてると思うんです。なるほどね。これだとその辺になんか映ります？木。そう、すぐその辺の木よく釣れるんですけど、うん、見えないんです今日の水の色だと。今で水温何度ぐらいなんでしょうか。今で 7.3 です。 7.3、 はい。インサイドにはいないかな。ワンテンで釣れてましたね。ちょっとここはもう乗っかっていきましょう。乗っかります。この流れに。流れで。バルナ散々通して食わんかったところでワンテンで釣れてるんだよね。ああ。バルナだと水を押しすぎるかもしれないですね。もう。もっと弱いチャチャっていうシャシャっていう方がいいのかもしれない。豊草はなんとなくどんなところ売ってるんだなってのは一日ご一緒して分かっちゃいました。三島も似たようなところですね。ああ、多少サーマーが多いですか。沖で、ああ、痛いです、うちのネット痛いです。すげえ。ホワイトウルフも浮きますけどね。あ、なっちゃった。ありがとうございます。お疲れ様です。いやー、タコった。いやー、おでこちゃん、すげー重いリールつけてって沈めちゃったら知らないです、ね、はい。ピッて置くでしょ。浮いてる今年でもすごい性能っていうか、なんだ軽く仕上げすぎたらそういう、どうなんだろう。余計な俺金属パスがあんまり好きじゃないから、そんなに入れてないし。これ嬉しいっすね。この間なんだっけな、雨の日に NZ のタック6個落としちゃった人がいて、はい、そう、やっぱ沈んでいくじゃないですか、はい、
ホワイトウルフなら浮くのにって言ったら、もう次から浮く竿を買います。浮く竿ってどういうことなんですか？どう選べばいい？まあ、コルクだから浮力もあるっていうのあるんですけど、スペック表示にうちのは浮きますよ。シンキングとかフローティングとか。シンキングとか表記何グラムのリールまで OK とか何グラムでサスペンドとかね。まあでもたまに釣れんとまた燃えるってね。そうですね。なんかね、舐めてたんですよ。こんだけ1ヶ月ぐらい俺バス、はい、それだったら1ヶ月開けてたの。はい。行くたび釣れてて、どうせ行けば釣れるし、ジャックベイトだろうと思って舐めてたら今日釣れなかった。別に舐めてはいない。そんなに次から頑張れる。ラダーを外してもらって、もう外しました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。人生の夏休みチャンネルとの夢のコラボレーションが実現しました。今日は冬休みでした。いやもう楽しかったっす。ね、まあまあまあ。はい。ビッグフィッシュも飛び出して。飛び出しましたね。はい。ビッグフィッシュ。こっちの船ではなかったっ。こっちではなかったっす、ね。はい。超高性能な人が乗ってる船でしたね。とんでもないことになりましたね。朝っぱらから。はい、はい。いやでもまあまあ。釣れんかったっすね。はい、リベンジ、はい、今年トヨサ初坊主を食らったので、まあ、でも本当なんか房総の各ダムにいろんな夢があるっていうのは乗ってる時教わったんで、またチャンスがあったら、そうですね、また夢追いかけたいっす。釣り子さんの先輩の山田さんの許可が下りたら公開します。わかりました、わかりました。そんなこと言ったら山田さん付け狙われちゃうじゃないですか。何を止めてるんだみたいな。本当、はい、秘密原種ですからね。いろいろやばい。今日見せたジャックベイトもいい魚釣れるじゃないですか、はい、の他にも超やばい50アップがいっぱい釣れる、あんなネタやこんなネタは気が向いたら、はい、多分向かないです。いや本当にやばいとか向かない。よく人生の夏休みの方見てればたまにポロッと出ちゃってる場合もあるってことですね。たまになんか計らずしもなんかデッキに並んでる竿についちゃってたとか。あ、それあるっすね、うん、よく見るとあんま見ない方がいいかもしれない。あの動画今最近一番ヘビーローテーションなんで。釣り子 TV ではでも今日はその以外の要素は結構取れたと思うんで、本当ありがとうございました。盛大に散りましたが、突き進むとね死ぬこともあるんでね。みんなちゃんと釣りたい人は小森さんのやつを見た方がいいです。12ヶ月小森継彦亀山攻略編もそれの方が絶対釣りたい人はもう絶対いいです。でかいの釣りたかったら釣り子 TV が夏休みチャンネルに殴り込んだ編を見ていただいて。でかいの小森さんも言うてめっちゃ釣りますけど、ね、そういや分かります分かります分かります。俺のやつはねハイリスクハイリターンな、はい、遊びです。いやでもその中にとんでもないヒント散れて釣れたら楽しいぜっていうのだけやりたい感じ。脳汁出る寸前でした今日は。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。